皆さん、こんにちは。鴻巣市教育委員会の新井と申します。本日はですね、先生の働きやすい環境を整えてみたら、学校が変わってきたというテーマですね、お話をさせていただければと思います。よろしくお願いします。まず初めになんですけど、鴻巣市の紹介となります。鴻巣市はですね、埼玉県のほぼ中央に位置する人口が約12万人の市となっております。学校数はですね、小学校が19校、中学校が8校の、児童生徒数としてましては、8500人くらいのお子さんが通っているといったこととなります。ということでですね、この市の紹介終わったところで、早速なんですけど、本題に入りたいと思います。先生の働きやすい環境を整えてみたら、学校が変わってきたということで、今回お話をさせていただくんですけど、その前にですね、そもそも従来の環境整備ではどんな環境になっていたかといったところからお話をさせていただきます。まずですね、当時、現行の IC 機器の入れ替えが近づくといったところで、約1年前に、契約が満了する、リース契約が満了する予定となっておりました。で、その当時のですね、このけ、あの入れ替えをやる当時の考え方としてましては、まず基本はオンプレミス。パソコンは危ないから外に持ってっちゃいけないよ。で、当時の文科省のセキュリティガイドラインも3層分離が必須となっておりました。こんな感じの考え方があった中で、これって実社会ですね、一般の企業さんとかでやるような構成と、乖離してしまうんじゃないかなといった懸念がありました。で、仮にですね、当時の考え方で整備した場合の構成といったところで、ここに書いたんですけど、まず、自重式サーバー。これは本庁舎とか、その庁舎にサーバーを置きますよっていったところで、オンプレの形ですね。で、これもちろんですけど、地理的上昇が不可能です。で、この中にサーバーを置いて、外部からのアクセス利用不可って書いてあるんですけど、厳密に言うと、いろんな技術とかソリューションを入れればできなくはないんですけど、そのセキュリティを担保するためのコストとか、そういったものが、観点からちょっと実現は難しいかなといったところと、ここにファイアウォールってありますけど、今ってですね、もうインターネット上にいろんなサービス、コンテンツがある中で、別にファイアウォール超えてもサービス使うわけなんで、従来の境界防御型の形で守れるのかっていった懸念もありました。また、当時引いてた回線が非常に細い回線、遅い回線であったりとか、パソコンをですね、ネットワーク用途ごとに使い分けなければならないということで、例えば職員室で成績をつけるシステム。これはインターネットにもつながっちゃいけないよ。公務系って言われるものですね。で、その職員室で使って、インターネット見るときは公務外部系使いなさいよ。教室に持っていくときは学習系使いなさいよ。こういった使い分けをしなきゃいけなかったですね。で、もちろん自宅への持ち帰り NG です。で、子供たちも、オンプレのサービス、学習用コンテンツなんで、自宅からのアクセスはできなかったよと。で、動作が重い。そもそもパソコン3台整備しなきゃいけないんで、1個あたりそんなコストもかけられないですから、そういう重いパソコンとか、あとは紙管理の工務事務。こういったもの非常に多かった。これが当時のまま入れ替えしたらこういう構成になっていたかな、という話です。で、もう少し先ほどの話を具体化といいますか、ちょっと文字で書き表したところがこちらになるんですけど、まずネットワークですね、端末ネットワークを用途によって使い分けなきゃいけない。これ非常に煩わしいと。で、ネットワーク分離によって、例えば授業教材を、ネットワークの職員室でインターネットに作って学習系の方に持っていかなきゃいけないとか、子どもとのやり取りどうやるんだって煩雑。また同じ学校内でも持ち運び先の制限があると。例えば公務用を使うパソコンって、自治体によってはもうワイヤーロックですね、かけてて、職員室絶対持っていかないようにとかしてあったりとか、また公務外部学習って3層分離って言ったのを持つと、これどれに当てはまるのかなとか、どうやればいいのかなって都度判断しなきゃいけない。こういう煩わしさがあったと。で、もちろんですけど、仕事の持ち出し、テレワークのようなことできません。なので、ここの実情に応じた働き方が難しい。これどういうことかっていうと、例えば子育て世代の先生が早くちょっとお家に帰って家のことを終わらせてから少しだけ働きたいとか、そういったことをですね、ワークライフバランスの向上っていう観点だと、ちょっと厳しい環境だったかなと。で、オンプレのシステム。
まあ、これは学会間の利用負荷ですし、まあ、BCP の観点からもちょっと懸念があったかなと。で、セキュリティの担保ってところで、まあ、SaaS の充実ですね、先ほど言ったセキュリティ協会が曖昧になるとか、まあ、それ全部管理するの運用負荷がすごい増えちゃうよね。で、回線もコンテンツの立地化によって、まあ、トラフィックが増えると。まあ、これは本当に、まあ、動画一つとってもかなりこう高画質、高品質のものっていうのが増えてきている中で、まあ、今までの回帰、回線の帯域の太さ、大丈夫かな、これ本当にこの後動かなくなっちゃうんじゃないかなという懸念もありました。で、最後ですけど、紙管理の公務事務、まあ、勤務整理簿とか勤怠の出張命令、休暇申請、こういったもの全部紙なんですね。先生、朝一職員室行ったら、ハンコを押して、休むときとかも出張命令とか休暇申請、手書きで書いて、それを教頭先生とか校長先生の決裁いただくっていうのが、いまだに起きている。これが現状でした。で、これって学校現場の本当にあるべき姿、先生が本当に働きやすい環境なのかなっていったところが、まあ、懸念としてあったところです。じゃあ実際に鴻巣市、どんな環境を整えてみたかっていうところで、まあ、先生の働きやすい環境を整えてみました。というところで、鴻巣市が実際に整備した環境はこちらになります。令和元年9月にですね、鴻巣市学校教育情報化推進計画っていうものを策定いたしまして、この計画に基づいた整備をしております。で、児童生徒の利用しやすさを考えた環境実現ってあるんですけど、まあ、簡単に言うと、この先生も子供もパソコンを文房具のようにいつでもどこでも使えるような環境、こういったものを整備したかったんですね。で、まあ、具体的にどうなのかっていうのはこちらの図に表してあるんですけど、まあ、ポイントでお話しすると、まず先生は1台3役。なので、先ほど言った公務外部系、学習系のネットワークを分けずとも、一つのネットワークでどこからでも使える。さらに、パソコンのスペックもその1台に投資できるので、すごくいいパソコンを導入しています。なので、先生はまあ職員室で事務やって、そのままそのパソコンを教室に持ってって事務をやるし、そのパソコンを自宅に持って帰る。こういったことができます。それってセキュリティ大丈夫なの？ってなるんですけど、そこはセキュリティについてはゼロトラストセキュリティの考え方を採用しております。また、利用するシステム、すべてクラウド化してます。これはいつでもどこでもアクセスできるようにっていうコンセプトですけど、ですので、まあ、こういったクラウド化するシステムによって、まあ、先生も子どもも自宅から必要なコンテンツ、学校にいるかのように使えますと。で、さらにネットワークのところですけど、こちらはサイネットを活用した交代機回線とありますけど、まあ、サイネット直結クラウドサービス。まあ、実際使っているクラウドサービスとしては、マイクロソフトさんの Azure を使って、その上に IaaS として、公務支援システムとか、採点支援システムとか、こういったものを構築をしております。この公務支援システムなんですけど、これも公務の負担軽減するような機能っていうのを今回盛り込んでいます。で、少し具体的に、じゃあ、これ、どんな技術で支えられているのっていうところで、まあ、この環境の屋台骨、土台となるのは2つです。フルクラウド化と強化なセキュリティ。フルクラウド化って何？ってあるんですけど、まあ、これで実際うちがやっているところは、ポイントとしては Azure と Silent。これを掛け合わせて、高速、高品質、低価格、安全。これを実現しています。ですので、機微な情報を扱うシステムについては、きちんとセキュリティが担保された Azure のクラウド使用サービスを使っていると。で、さらにセキュリティどう担保してるの？って言ったところなんですけど、まあ、ここも Microsoft さんのソリューション。これを包括的に使ってます。で、ゼロトラストだけじゃなくて、まあ、多層防御の観点の用も、ソリューションも入っていますので、そういったことで、どこからでも安全に利用ができる。こういった環境が整ったかなと。で、実際、まあ、ここさっきの課題と、まあ、対応表みたいに作ってるんですけど、まあ、こういったセキュリティとか、オンプレ、三層分離の話。まあ、これは、実際、Azure AD とか A5 セキュリティとかを使って解決をしていますし、こちらのオンプレとか回帰の回線の太さどうなんだっていうところは、サイネットと、そういった直結クラウドサービスを使うことで整備をしていると。で、特にトラフィック増を見越したっていったところで、まあ、サイネット×集約型ネットワークっていったところで、まあ、なんで今回集約型使ったかっていうのは、まあ、このワラターのまたここ説明するとちょっと長くなっちゃって割愛しますけど、まあ、そういった構成をしていますし、もう一つですね、サイネットと IX 経由で接続しているサービス。これを使うことで、まあ、よりこう高品質な通信ができると。まあ、例えば、マイクロソフトのソリューション、マイクロソフトのネットワークって、
IX って言われるこうインターネット網を切り替えるようなこうポイントみたいなところで、サイエンスと直接つなげてあるので、すごく高品質に使えたりとかするんですね。まあ、こういったことが書いてあります。で、最後ですけど、こう統合型公務支援システムの機能刷新といったところで、勤務整理簿、勤怠管理、学校日誌など、こういうなんか今まで紙でやんなくて、システムでやってれば情報連携してすごく便利になる、二度手間、三度手間がなくなるような事務っていうのをすべて電子化して、そういった課題を解決しました。もちろん電子決済も可能になっています。で、コストダウンのポイントってあるんですけど、まあ、よくこういう環境ですね、整えると言われるんですけど、まあ、すごい高くついちゃうんじゃないっていうこと言われるんですけど、まあ、うちはそんなにコスト変わってませんよと、むしろ下がってるんじゃないかっていうところで、まあ、もちろん3層分離やめたってところも大きいですけど、まあ、その他に資産管理システムとかアンチウイルス、俗に Windows のエコシステムと言われるような、そのサードパーティーのアプリとか、そういったもの一切入れてないです。全部 MS ソリューションに結合していて、もう一つですね、ファイルサーバーも OneDrive とか Teams の方に活用しているっていうのが大きくて、まあ、上はもちろんそうですけど、下、これ IaaS とかでストレージやるとすごい高くついちゃうんですね。で、そこをこういったサービスを使うことによってコストダウンを図っているっていうのが一つポイントではあります。で、こういう環境を整えて、学校どう変わりました？どう変わってきたかっていうのが最後お話しさせていただきたいんですけど、まあ、実際に聞いてみました。以前に比べて学校現場どう変わってきましたか？で、それでまあテキストマイニングしたのがこちらの結果なんですけど、こう Teams がすごい真ん中にあって、なんかマイクロソフトに忖度してるみたいになっちゃってるんですけど、これ本当に何もいじってないです。で、まあ、こういった結果が出てて、まあ、Teams が一番大きい文字で書いてありますけど、その他公務とか負担軽減とか行いやすい、まあ、こういった情報共有とかですね、こういったことが実際変わってきた声として今現場で上がっているところです。まあ、もう少しこれだけ見るとよくわからないので、ちょっとこちらでまあコメントいくつか抜粋をしたところなんですけど、まあ、ここに書いてある変わっていく学校ってことで、学校現場どう変わってきたかなっていったところなんですけど、まずこれ他市から来た先生のコメントです。1台のパソコンって公務と教務、なんで今3層分離がなくなったからすごく業務が効率的になったんだよとか、まあ、ここの2つですかね、パソコンを持ち運ぶ先生が増えたとか、パソコンを毎朝開いて1日が始まるようになったとか、セキュリティと利便性の効率がすごいいい環境が整ったとか、で、まあ、そういった話で、まあ、現場の姿変わってきてますし、ここのテレワークの話ですね、場所や時間問わずアクセスできるようになって、ワークライフバランスが向上したよ。で、こちらだと出欠とか学校日誌、そういった今紙でやってた業務を全てデジタル化して大きな負担軽減につながって、これすごいいいワードなんですけど、児童に向き合う時間が増えた。まあ、これ今回は説明しなかったんですけど、うちが4本柱の1つ、児童と向き合う時間の創出ってことをキーワードに挙げて、コンセプトで事業を進めていく中でもこういった声が出てきたのはすごく嬉しかったです。で、まあ、その他ですね、連絡、Teams の投稿とか個人チャットで済ますことができて、時間とか業務の短縮ができて、時間に余裕ができつつあるとか、まあ、これちょっと子ども目線の話で色変えてるんですけど、先生が授業でパソコン使うのが当たり前になったんで、学校現場の ICT 活用頻度も高くなった、いや子どもが使う頻度も高くなった、まあ、当然ですよね。先生が使う、そしたら子どもにも使わせよう、そういった今いいサイクルができつつあるかなと。で、まあ、こういった授業資料の蓄積とかもできるようになったっていうところと、これすごいなと思ったんですけど、手書きより文章量が増えたと。まあ、自分も子供の頃結構作文とか書いて、あとで構成変えたいのに全部消すの大変だなっていう作業が紙だと大変ですけど、これがデジタルだとすごい良くなって、文章の質も上がってるって言った声も聞いてます。といったところで、まあ、文房具の日常のツールとして使う姿っていうのが出てきたのと、負担軽減の話、授業の質も上がってますよ、そして子供と向き合う時間が増えた。で、これですね、コメントとしてもう一ついいのがあったので抜粋したんですけど、ICT 導入によって挑戦的な取り組みも失敗を恐れずにやっていいっていうふうにマインドセットが変わってきていると。教育の質が、教職員の意識が確実に変化している。こういった声もあるというところです。で、最後まとめなんですけど、まあ、こういったようにですね、今まで通りの ICT 環境を整備してもあるべき姿は実現できないよね。
といったところで計画を策定して、先生の使いやすい環境を今回整備しました。そしてこの環境刷新によって学校現場の姿が変わってきました。で、姿だけじゃなくて先生の意識も変わってきている、そういういい変化が今現れています。で、そこにある裏にあるものっていうのは、やはり先生方の前向きさと子どもたちのためにっていう熱い思い、これによってこういういいサイクルが今生まれているのかなと思います。で、我々、まあ、この質問しましても、こういった ICT 活用を引き続き促進して、新しい時代で活躍するために必要な資質能力の構成育成を目指していきたいと思っております。以上になります。ご清聴ありがとうございました。